幸薄かった戦国武将トップ5。幸せに恵まれなかった武将たちの悲しい人生とは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、幸薄かった戦国武将トップ5について紹介していこうと思います。華々しい武将たちの逸話が残る戦国時代ですが、あまりに儚く、あまりに悲しい人生を背負った武将たちもいました。これも乱世の習いとはいえ、その哀れな逸話の数々は聞く者の涙を誘うのです。彼らは一体どんな過酷な運命をたどったのでしょうか。今回は幸薄かった戦国武将と題し、幸せに恵まれず歴史の波に消えていった人物たちを紹介していきましょう。第5位、戦いに敗れ12年に及ぶ幽閉生活を耐え忍んだ尼子の御曹司、尼子義久。最盛期には山陰、山陽8カ国を支配し、中国地方に一大勢力を築いた尼子氏ですが、戦国大名として最後の当主となったのが尼子義久でした。曽祖父に亡政常久、父に猛将春久を持つサラブレッドでしたが、やがて戦国の荒波に飲み込まれていくのです。尼子氏は春久の代で最大藩都を築き、大内氏と一進一退の勝負を繰り広げました。その後は勢いを伸ばしてきた毛利氏と対峙し、石見銀山をめぐって激しく争っています。しかし尼子氏には戦国大名として致命的な欠陥がありました。常久の代に下国上を果たして出雲や周辺国を支配したものの、国衆や土豪たちの立場が強く、尼子氏の権威は非常に不安定なものだったのです。その危険な兆候はすでに春久の頃に現れていました。大内氏に出雲を攻められた際、頼みとしていた出雲の国衆らが大内方に味方し、一時的にしろ春久は大きなピンチに見舞われています。さすがに危機感を感じた春久は、尼子氏を頂点とした中央集権の構築に乗り出しました。尼子の旗のもとに国衆たちを統制し、より強い組織を作ろうとしたわけです。時に強引な方法を用いることも厭わず、急速に体制を固めようとする春久ですが、旧態依然の関係を望む多くの国衆らが反発したといいます。ようやく新しい中央集権体制が固まりつつある時、尼子氏に激震が走りました。永禄3年1561年に春久が急死し、念願は道半ばにして途絶えてしまったのです。後を継いだのは嫡男義久でしたが、家臣の動揺は収まらず、かえって尼子氏への不満が大きくなるありさま。そんな尼子氏の動揺を見逃す毛利元就ではありません。早速石見や出雲の国衆たちに調略を仕掛け、尼子内部の切り崩しにかかりました。求心力があった春久ならいざ知らず、二十歳そこそこの義久ではどうすることもできません。次第に石見から出雲へ攻め込まれ、ついに合算戸田城へ追い詰められていきます。永禄8年1565年から始まった攻防戦は1年半に及び、刀折れ矢尽きた義久はついに降伏、開城しました。一旦は自害しようとした義久ですが、元就に止められて二人の弟と共に安芸の国へ連行されます。そして厳島に近い延命寺で幽閉生活に入りました。幽閉は12年間に及びましたが、その間に尼子旧臣たちが再興を掲げて武装蜂起したこともあり、義久には24時間体制で監視がつけられたといいます。世間から完全に隔離され、ただじっとするだけの境遇を耐え忍んだわけです。やがて尼子最高軍が壊滅し、反乱の芽が摘み取られると、義久を取り巻く環境も変化していきます。幽閉生活から解放されて毛利の客分扱いとなり、やがて子孫は長州藩士として幕末まで続きました。国を失ったとはいえ、義久は決して無能な武将ではありません。大友氏と結んで毛利を挟み撃ちにしていますし、最後まで徹底抗戦を諦めずに毛利軍を悩ませました。
ただ父の急死、そして相手が毛利元就だったという不運が重なり、義久の評価を下げてしまったのでしょう。もし義久が曽祖父から続く薫陶をしっかり受け継いでいたなら、その能力を開花させていたかもしれませんね。第4位、父から疎まれ養子としてたらい回しにされた不幸な境遇、結城秀康。生まれた時から不幸な境遇を背負った人物といえば、やはり結城秀康が思い浮かぶでしょう。最終的には越前68万石の大名となるわけですが、その人生は決して恵まれていたとは言えません。まず秀康は誕生の経緯からして不幸でした。家康の次男として生まれるものの、母は家康の正室築山殿に仕えるお万という身分の低い娘でした。築山殿の嫉妬を恐れた家康は家臣の本田重次におまんを預け、そこで秀康が誕生します。幼名をお兄と名付けられますが、父との対面はなかなか叶いませんでした。魚のギギに似ているほど容貌が醜かったとも。ようやく兄信康の取りなしで対面が叶うものの、家康は終始そっけない様子だったといいます。家康はどうも我が子への愛情が薄かった人物のようで、後に松平忠輝が誕生した時も、これは鬼の子じゃ捨てよと言ったとか。これらの逸話は江戸時代になって書かれたものですから、どこまで真実なのかは分かりません。しかし秀康に対する冷たさを見る限り、やはり家康には家族愛というものが欠如していたのではと思わざるを得ないでしょう。やがて信康が切腹し、順序で言えば小木井が嫡子となるはずでした。ところが小牧の役の後、羽柴秀吉へ臣従する証として小木井は人質として出されてしまいます。そして家康の後継者として長丸、後の秀忠が指名されました。やはり秀忠の生母西郷の局の身分が高く、家康から愛されていたからでしょう。大阪城へ赴いた小木井はやがて元服して、秀吉の秀と家康の康を取って秀康と名乗ります。豊臣と徳川の架け橋となる意味を込めたものでしょうか。また秀吉は養子として秀康を遇しました。決して人質ではなく自分の子供として扱おうとしたわけです。とはいえ秀吉は羽柴秀次、宇喜多秀家、池田輝政、さらに八条宮利人親王まで養子にしていますから、果たして秀康にどこまで愛情が注がれたかは疑問です。やがて秀吉に実子の鶴松が誕生すると、秀康は関東の名族結城氏の養子として出されました。秀吉としても意気盛んな秀康を手元に置くことで、無用な争いの火種を避ける意味合いもあったのでしょう。結城晴友が養子話を持ち込んでくると、これ幸いとばかりに飛びついたのです。こうして秀康は大阪を離れて結城家を継ぎました。とは言っても5万石程度の弱小大名ですから、体のいい厄介払いといったところでしょうか。そして秀吉が亡くなった後、天下の趨勢は大きく変化し、秀康は上杉討伐軍に加わって会津方面へ出陣します。一方畿内では毛利輝元や石田三成らが蜂起し、反徳川の兵を挙げました。これを受けた家康は西へ反転してこれを討とうとするものの、秀康は思わぬ役割を命じられたのです。上杉を迎える大将に任命され、決して動くなときつく戒められました。そんな秀康は天下分け目の戦いに参陣できない無念さをかみしめたはずです。家康からすれば大事な戦いで嫡子秀忠に大軍を率いさせ、秀忠こそ後継者であると知らしめたかったのでしょう。結果的に秀康は越前68万石に報ぜられますが、最後まで父から優しくされたことはなかったようです。晩年には梅毒を病み、容貌が崩れてしまったとも。それでも最後まで松平の姓に服することを願っていたそうです。第3位、亡き父の後を継ぐも味方に毒殺された悲運の少年武将
二本松義経。奥州に拠点を構えた二本松氏はかつて奥州管領を務めるほどの家柄でしたが、戦国時代にはすっかり勢いを失って衰退していました。大名として最後の当主となったのが二本松義経です。ちなみに本姓は畠山ですが、実は野戸七尾にも畠山義経という人物が存在しますので、ここでは二本松姓で統一したいと思います。天正12年1584年に伊達氏の家督を継いだ政宗は、同盟を結んでいた芦名氏と手を切り、積極的に打って出る方策に出ました。一方、態度が芦名寄りと思われた大内貞綱も攻撃を受け、あっけなく城を捨てて会津へ逃亡してしまいます。ところが不幸だったのは二本松氏でした。大内氏と血縁関係にあったために政宗から敵視され、有無を言わさず攻撃を受ける羽目となりました。政宗の武威を恐れた当主義継は降伏するものの、領地のほとんどが没収されてしまいます。この仕打ちに恨みを抱いたものでしょうか。恩霊と称して政宗の父照宗のもとへ参上した義継は、そのまま照宗を拉致して逃亡しました。逃げる義継を追跡した政宗は阿武隈川の河畔で追いつき、鉄砲を打ちかけて父諸友義継を倒します。よほど恨みがこもっていたのでしょうか。義継の遺体を切り刻んで藤鶴で結び合わせ、そのまま晒したとも。政宗の執念はそれだけでは終わりません。今度は二本松城に猛攻を加えました。家督を継いだのはまだ12歳の国王丸でしたが、重臣らの頑張りもあってどうにか耐え抜き、伊達軍を退けることに成功します。また同年に起こった一鳥橋の戦いで政宗が負けたこともあり、当面の危機は去ったかに見えました。ところが翌天正14年1586年になると、政宗の執拗な調略によって家臣たちが次々に逃亡し、城を守るどころではなくなります。それでも必死の抵抗に手を焼いた伊達の重臣たちは政宗を説き伏せて和睦へと導き、相馬義胤の斡旋によって二本松城は開城しました。国王丸と主だった重臣たちは会津へ落ち延び、そこで芦名氏の庇護を受けるのです。しかし国王丸から元服した義経にとって、会津も安住の地ではありませんでした。芦名の当主義弘は日立の大名佐竹義重の次男でしたが、天正17年1589年に起こったすり上げ原の戦いで政宗に敗北。会津を守りきれずに日立を刺して落ち延びていきました。義経もまた義弘に同行して日立へ向かったのですが、ここで悲劇が起こります。義弘はきっとこう考えたのでしょう。おめおめと合図を追い出され、父上に何と申し開きをすればよいか。しかも二本松の小せがれまで一緒じゃ。ならばいっそ足手まといは消した方がよいかもしれぬ。義弘の意を受けた家臣がなんと義経の飲み物に毒を仕込んだのです。そのまま義経は亡くなり、あまりにも幸薄い16年の生涯を終えました。第2位、権力者たちの権謀に巻き込まれ命を絶たれた悲劇の妖君、阿蘇惟光。激しい戦乱の巷と化した九州地方では、多くの名族たちが乱世の渦の中へ放り込まれました。阿蘇神社の大宮司を務めた阿蘇氏も例外ではありません。阿蘇氏は古墳時代から庇護で力を持っていましたが、戦国時代になると一族間で跡目争いや主導権争いを繰り返し、すっかり衰退してしまいます。宿老を務める甲斐宗雲の軍略のおかげで、なんとか領国を維持している状態でした。天正12年1584年、父惟胤の死によってわずか2歳の惟光が当主となりますが、その直後に宗雲が亡くなってしまいます。頼みの宿老を失ったショックは大きく、あっという間に阿蘇氏はガタガタの状態となりました。一方、南からは恐ろしい敵である島津氏が圧迫を加えてきます。
島津は新兵器鉄砲を駆使して相良氏を屈服させ、さらに北上して阿蘇市の両国にまで侵攻してきました。盛況を誇る島津軍の前に瓦解寸前の阿蘇市が抵抗する術はありません。ついに降伏して島津の傘下に入らざるを得ませんでした。やがて島津氏は九州全域を席巻し、統一まであと一歩のところまでこぎつけます。ところが天正15年1587年になって豊臣の大軍が上陸、各地で島津軍を破り、ついには島津義久を屈服させました。ところが阿蘇氏は島津側としてみなされ、給料の回復は許されません。どうにか三千石程度が認められたのみで、大名としての特権すら剥奪されました。その後さっさ成政が肥後国一揆の責任を問われて改易された後、惟光の身柄は新しく入国した加藤清正の保護を受けたといいます。この頃の惟光と清正は大変仲が良かったようで、清正はまるで我が子のように可愛がったとも伝わっているほど。惟光もたくましくて頼りがいのある清正に亡き父の面影を見ていたのかもしれません。しかし惟光と清正との蜜月も長くは続きませんでした。朝鮮の役が始まった直後の文禄元年1593年、大隅の国で梅北一揆が勃発し、惟光が関与を疑われたのです。怒った秀吉は惟光の切腹を申し渡しますが、清正は必死になって除名を嘆願しました。子供にそんな大それたことができるわけがない。惟光の無実を主張し、秀吉の取りなしを求めるべく奔走したといいます。しかし清正は朝鮮へ出陣を命じられ、庇護を後にしました。そして清正の留守を狙って惟光に切腹の沙汰が下ります。惟光はわずか12年という短い一生を終えたのでした。やがて庇護へ戻ってきた清正は惟光の最後を知って嘆き悲しんだそうです。そして秀吉が亡くなった後、惟光の弟を召し出して阿蘇神社の大宮司を継がせたと伝わっています。第1位、武田・織田双方の血統を引き継ぐサラブレッドの最後、武田信雄。天正10年1582年、武田勝頼が天目山において自刃し、最強とも謳われた武田家は滅亡しました。そして父と共に命を絶ったのが16歳の武田信雄です。この信雄という名ですが、確かに信は武田家の通り字であるものの、あたかも信長と勝頼双方の名をつけたような感じがしませんか。信雄はそんな血統を併せ持つ人物だったのです。信雄の聖母劉松院は信長の姪にあたり、その養女として勝頼に嫁ぎました。当時の武田氏と織田氏は互いに友好関係を築いており、同盟の証として甲斐へ赴きました。永禄10年1567年に生まれた信雄は、いわば武田と織田の血統を受け継ぐサラブレッドだったわけです。ところが元亀2年1571年頃から両者の関係は怪しくなり、武田信玄が徳川領を攻撃するに及んで、ついに同盟は破綻を迎えました。信玄が亡くなる際、遺言として信雄が成人するまで勝頼が陣代を務めよと言い残したとされていますが、やはり諸子の勝頼では求心力がなく、信雄こそが武田の嫡流だと認めていたのでしょう。ところが時代は信長を中心に動き始めていました。長篠の戦いで大敗を喫した勝頼は必死で両国の立て直しに努めるものの、軍事力経済力のどれをとっても信長の敵ではありません。さらに勝頼は外交面でも立ち遅れます。上杉氏と光悦同盟を結ぶのですが、かえって北条氏との関係は悪化してしまい、せっかくの同盟が破綻するなど困難な状況に追い込まれています。天正7年1579年に信雄は元服を果たしますが、武田氏の苦境は増してゆくばかり。ついに追い込まれた勝頼は織田との和睦の道を模索します。人質として留め置かれていた信長の五男
勝永の返還、そして勝頼が隠居し織田の血を引く信雄を武田当主に据えることを提案しますが、信長はこれを黙殺しました。もちろん黙殺とは返答もせずに完全に無視することを意味します。信長にすればもはや武田氏の滅亡などカウントダウンに入っており、今更妥協するつもりなど微塵もありません。また勝頼が弱気になったことが明らかとなり、ますますプレッシャーを加えていくのです。もはやこの段階で武田氏の命運は尽きたも同然でした。天正10年1582年、ついに織田徳川は大軍を発して甲斐へ向けて進攻、さしたる抵抗もないままに武田の領国を席巻していきます。ついに追い詰められた勝頼、信雄不死は天目山を目指して逃げ、そこで自害したといいます。本来なら武田の嫡流として名を馳せるはずだった信雄ですが、父の失政、そして思いもよらぬ家臣団の瓦解により、その能力を発揮することなく歴史の波に消えていったのです。彼が残したという辞世の句は思わず涙を誘わずにはいられません。まだき散る花と惜しむな遅くとも、ついに嵐の春の夕暮れ。春の夕暮れに私は死出の旅に赴きますが、散るのが早すぎると惜しまないでください。いずれ最後には嵐に吹き飛ばされるでしょうから。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。